次はですね、今度はこの印刷工場、この印刷業界の DX 化を目指す新しいサービスをご覧いただければと思います。そしてプレゼンターはこの方です。工場のものづくりっていうのをオンデマンド生産に変えていきたいなと思う。広告代理店の時には大量生産の印刷物をやっていて、その後家業は製造業だったので、工場とのやり取りがメールとか電話なので100件ぐらいになっちゃったりとか、やっぱ小ごとでなかなか頼めないのが印刷業界です。リサイクルとかリユース、いろいろサステナブルな世の中で言われてますけど、作りすぎないことが一番重要だと。そのプレゼンターはオープンファクトリーの堀江さんです。よろしくお願いします。はい、準備はよろしいでしょうか。よろしくお願いします。大丈夫です。それではロンチパスタート。作りすぎないものづくりで真のサステナブルを目指す、オンデマンドプリントサービス、プリンティオです。まあ、その時に出てきたのがこの課題です。プリンターはお金を生むが、ソフトウェアはお金を生まないのではないか、この考え方でした。ただまあ家業を見ていて、ハードウェアに普段投資をしている製造業がソフトウェアっていうよくわからないものに投資をするまで体力必要なのはもう目に見えていて、一工場では難しいなと思ったのが現実でした。ですがグローバルではこのオンデマンド生産すごく伸びていまして、諦めきれませんでした。その時に堀江さんやるんだったらうちもオンデマンド生産やるよって言ってくれたのが、全国の工場の後継ぎの経営者たちでした。ここ京都にもデジタル染色に取り込む老舗の染色工場の仲間がいます。工場が僕たちはプリントで作ったのは、工場がオンデマンド生産を効率的に作れるソフトウェアです。製造工場では常に大量生産をしている工場に私たちが注文を集め、最適な工場へ振り分けます。工場はこれまで手作業で作っていたような製造指示書もう作る必要はありません。ボタンを押すだけで一括出力ができます。印刷する資材の発注や引き当て、これも間違えないようにできています。印刷のチェック、これもいりません。バーコードスキャン、ピッとするだけで印刷データと職人の設定を専用ファイルで作ってプリンターを制御します。今日入ったスタッフでも本格的な印刷ができるラインに入ることができます。品質管理と梱包、これはもともと製造工場得意なところなので特に問題ありません。ただ個別出荷したことがなかったので、バーコードをスキャンするだけで送り状が出て、出荷間違いしないようにシステムでケアをしています。こういった生産システムを入れることで工場の受注処理コスト大幅に下がることができました。そして僕の仲間の工場、協力してくれている仲間たちの工場でオンデマンド生産のサプライチェーン築くことができました。その後僕たちがやったのはこちらです。そのサプライチェーンをウェブに組み込める組み込み型の API です。さまざまなウェブサイトの中に受注連携をして新たなビジネスが生まれました。いくつか事例紹介します。さまざまなグッズサイトからは在庫を持つことなくアパレルを頼めるオンデマンド生産、国用さんのような商品メーカーさんでは自分のデザインでオリジナルのノートが作れるようなパーソナルサービス、お客さんすごく喜んでます。またウェブ上でデザインができるサービスの中には印刷機能を組み込むことでユーザーの利便性どん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 上がっています。私たちプリンティオ、印刷通販サービスではないんです。私たちは皆さん、ここにいる皆さんのビジネスの中に印刷機能を組み込むことで新たな新規事業を生み出すパートナーだと思っています。ビジネスモデルは商品の販売です。工場は無料で生産システムを使うことができます。これちょっと好評なので、将来的にはプロダクトアウトして別サービスにしようかと思っています。受注者の方には印刷サービスを進むのにあたる必要な機能 API で提供しています。累計製造個数14万個、6工場で 800SKU 増えてきます。お客さん側の商談件数も増えてます。EC の無在庫化やパーソナライズだけではなく、
NFT を使った何か、ワクワクします。私たちプリンテは印刷の受発注を起点にオンデマンド市場を作っていきたいと思っています。グローバルで伸びている市場、日本はまだまだ小さいです。なぜでしょうか。それは工場がボトルネックだからです。私たちはそのボトルネックを外していこうと思っています。そして新しい市場、伸びる市場を作っていきたいと思っています。現在 API 組み込まないといけないので開発が必要ですが、多くの事業者さんに使っていただけるフロントサービス、DS 予定です。日本メーカーの産業プリンターを起点にすれば世界の工場のハブにもなれると思っています。ここ京都にも多くのシェアを持つプリンターメーカーさんあります。私たちは在庫も廃棄もない真なサステナブルな世界を、工場を変えることで作っていきたいなと思っています。スタートアップが産業をエンパワーメントする、そんな世界を作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。リエさん、ありがとうございました。